日本の皆様、こんにちは。今日は2020年の2月22日土曜日です。まず日本の皆さん、良い週末を過ごしてくださいね。日本のニュースを見まして、このコロナウイルスについては甘いなというふうに思いました。まだまだ甘いですね。まずこのウイルスについてはですね、いくつか中国での対応を、ご紹介させていただきたいと思います。やはり中国の方で、まずこのウイルスが感染された、発症地でもありますけれども、その対応方法をご紹介いたします。このコロナウイルスですね、潜伏期間は7日間、って言ってましたけれども、その後、14日間、その後24日間、先ですね、ニュースで見ましたけれども、最大今のところですね、90日間と報道されています。やはりエイズのウイルスも入っていると報道されていますので、もしかして十数年間の潜伏期間あるかもしれないですね。今のところは専門家の意見はゴロゴロ変わりますけれので、信用しません。でも潜伏期間長いのは事実です。現在感染されたかどうかの検査方法ははっきりって言うと、この方法で検査しましょうっていうのがないんです。今の検査キットですが、30%の確率です。なので3回検査が必要なんですね。完治となったとしても、退院して十数日間以降ですね、まだ陽性の結果が出たというふうにニュースで報道されています。中国での対応方法ですね、ちょっと大げさかもしれませんけれども、まず熱が出ましたら隔離が先ですね、1番です。で、2番、外出時マスクの着用、できれば2枚を尋ねて着用する。でも日本製のマスクは大丈夫です。1枚でいいと思います。外出時着ていたコート、ジャケット、帰宅しましたら風通しの良い場所に干す。で、4番、手洗い、うがいは常に行うこと。5番、外出時ビニール手袋を着用、できれば使い捨てが望ましい。6番、エレベーターに乗るときですね、直接ボタンに接触せずに、爪楊枝、綿棒などのものを使用する。で、7番、交通手段はできるだけ歩く。人が混み合う場所はできるだけ避けると。8番、スーパーで買い物するときですね、できるだけお隣同士1メーター以上離れることですね。9番、紙幣が、そのコインとか、あと、お札ですね、気になりますので、できればオンライン決済を行うことですね。10番、マスクを外すとき、日を汚染しないように表側を気をつけて捨てること。11番、アルコールを常に常備して、靴の下ですね、玄関、ドアノブを消毒することです。以上になります。大げさかもしれませんけれども、それが我々の日常です。実際的にやってます。で、今日はですね、中国の実際に22月21日のニュースですけれども、見ましたけれども、やはりこのウイルスはですね、保険は効きません。まず会社に言われて出社して、で、感染されましたら労災もおりません。で、いつどこで感染されたかどうか分かりませんので、このウイルスは、労災認定はされません。中国の場合ですね、ちょっと期待していましたけれども、働かないといけません。感染されるのが怖いです。行きたくないですね、出社は。でも仕事行きますよ、行きます。仕方ないですね。日本の皆様も、お気をつけてほしいです。ありがとうございました。